錆びついたネジがテーブルに転がる。それを指でつまもうとする。うまくいかない、ぎこちない。空見ろ、そんなんでこの先ずっとやっていくつもりか。その話なら前にも聞いた。新しい部品に取り替えろって言うんだろ。仮に100歩譲ってカチッと取り替えてみてもいいだろ。そうするとその次はなんだ。最初が指なら次は腕か、その次は足か、最後は脳だ。そいつはもう別人じゃないか。要するに事実上のお払い箱ってことだ。このままじゃダメって言うんならな。だから何度も言ってるだろう。目に見えもしない埃一つで致命傷になるような、お上品極まりない部品に何を期待してるか知らないが、ネジなんか2、3本ないくらいがちょうどいい。わかるだろう。この話はもう終わりだ。少なくとも今は部品の交換はしない。先のことはわからない。そもそも鉄くず2体が向き合って真剣に話し合うことか。これが知ってるか、人の指紋だけで錆びつくやつっぽいロボットがいて、ある少年に恋をした。